起きた瞬間に、はい、もう今日もって思うんですよ。さっき寝たばかりなのに、はい、もう起きなきゃいけないのって思うんですよ。あ、自分家の階段上がるだけで疲れるんですが今51になって、はい、昔のことを振り返るとよくは俺あんなに頑張れてたなと思いますもんね。考えることすらめんどくさい。不思議ですもん、俺ほんと不健康な生活をしてると思ってる、はいはい、運動しない、はい、野菜あんま食べない、はい、ご飯の時間も決まってない、はい、寝る時間もバラバラ、はい、でもなんだかんだ言ってこうやって仕事してるんですよ51年。そうですよ、あえて自分のその健康考えて実践してるってことは、はい、皆さんこんにちは、突然ですが、深夜25チャンネルで過去一番伸びた動画誰が出演しているか皆さんご存知でしょうか。堀江さんでは実はありません、西野さんでもないと、ひろゆきさんでもない、そして成田さんでもなくですね、それは今日のゲストの、ひろしさんです。よろしくお願いします。ひろしですお願いします。よろしくお願いします。はい、皆さん拍手でお願いします。いや、渡辺さんというのは、はい、その世の中から支持がありあるであろう人の時は来られますよね。え、どういうことですか。わかります。堀江門さんの時は横にいるんですよ、ひろゆきさんの時もいるんですよ、はい、西野さんの時も横にいるんですよ、はい、僕の時入って2年目ぐらいの子が来てたんですよ。当時そうでしたね。でしょ。よく覚えてらっしゃいますね。覚えてますよ。あの彼がでも好きだったんですよね、ひろゆきさんのこと。いや、堀江門さん好きな人いるでしょ、西野さん好きな人いるでしょ必ず渡辺さんが横におられますよ。いや、でも俺はこれ舐められてるなと思って。いやでも、はい、その動画が過去一番伸びてるっていうことなんで。いや、そうなんですよ。それ結構言ってくださいよ、大きい声で。それってやっぱチェックしてご存知でしたか、はい、やっぱあの動画越せないんですよね。あの600何万再生。そうなんですよ。歴代2位がもう300万とかなんで、うんうんうん、もう倍ぐらい。あれは多分お金の話をされてましたよね、多分。あれはそうですね、お金のことをいろいろ聞かれましたね。ですよね。この動画はですね、まあ、リゲインさんの提供でシリーズ化してやってるんですけど、はい、健康の話の方が最近ね、伸びるんですよ。で皆さんだからお金よりも健康とかそういうことの方を大事にしてる人が多分コロナ以降増えてきてて、だからかちょっと前まで、うん、ずっと最高月収はを聞かれてで今はって言われてた時期が長かったんですけど、最近聞かれないですもんね。そうですよね。堀江さんとかにも出ていただいたんですよ。あ、はい、堀江さんはもう本当見るからに元気でバイタリティもあってみたいな感じじゃないですか。そうですね。で、広瀬さんは正直そう見えない。いや、実際そうですねそう見えないんですけど、うん、でもなんかどっちかっていうとこう自分らしく長く楽しくやるみたいなスタンスなのかなと。そうですね。だからあの堀江さんとかは、はい、トライアスロンとかめちゃくちゃやりますよね。でしょ、はい、で運動もやられるし、はい、よく言われてるけど野菜も食べられるし実はね、はい、僕運動もしないし野菜も食べないし、はい、だから堀江さんと健康面真逆だと思います。あ、じゃあやっぱりイメージ通りなんか ご自身としてもそんなに健康じゃないっていう認識なんですか。はい、じゃあなんか体調もなんか自分でパッとしないなみたいな思うことが多いですか。もう起きてすぐだるいっすそうまんまなんですね、はい、なんかあのちょっと実は健康意識しててっていうことあるのかなってちょっと期待したんですけど、ちょっとない、あんまり。不安はあるんですけど、運動嫌いだし、運動してるイメージないですね。でしょ、はい、自分家の階段上がるだけで疲れるんですよ本当に。本当に視聴者の方がこう共感する存在というか、多分僕みたいな人多いと思うんですよ。堀江さんとかは多分こう共感できない、まあ、でもちょっと憧れじゃないですか。憧れですね。だからそういう風にできるんだったらなりたいですけど、はい、まあ続かないですね。なるほど、うん、気にはなってるけど、はい、うん、具体的に行動できない。あ、じゃあなんかちょっと51です。50代になって危機感というかはあるということです、はい、すごくあります。昔と比べてどうですか。昔のもう全然やっぱりその20代30代40代ともちろん経験してますけど、はいはい、本当に年々体がついてこないっていう感じどの辺に出るというか、寝起きとか。寝起き、はい、さっきもちらっと言ったけど本当に起きた瞬間に、はい、もう今日って思うんですよ本当に。どういうことですか、もう今日。さっき寝たばかりなのに、はい、もう起きなきゃいけないのって思うんですよ。あ、なるほど。若い時は、はい、起きてからはすぐなんかパッとこう、はい、遊びに行くとかだったけど、はいはい、行動できたんだけど、はい、今もうダラ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 とこう、もっと寝てたいなって思うんですか。寝てたい、はい、なるほど。なんかこう疲れが取れた感じはしないですね。うん、若い頃はどうでした。あの昔からそんなにそういう健康そうには見えない。そうですね、あの失礼ながらキャラクター的に。キャラクター的に、はい、昔も特に運動してた方ではないけど、はい、やっぱ若さで乗り切ってた
だと思いますね。なるほど、若さだけ。でもそんなにじゃあ昔はなんかだるいなみたいな、ないっすね、そこまでなかったですね、はい、今51になって、はい、昔のことを振り返ると、例えばじゃあ広しですで売れた時とかあるじゃないですか、はいはい、よく俺あんなに頑張れてたなと思いますもん、ね、どういう生活なんですか。仕事自体、まあ、まあそれなりあるんですけど、はい、毎日、はい、結局ネタを作んなきゃいけない、もう乱発する時代だから、はいはいはい、ネタを、はいはい、それで寝れなかったですよね。あ、仕事終わってからもネタ作りして、はい、え、結構睡眠時間とか当時とかは短かったですよね。だからそのまちまちですけど、はい、だいたい週1回ネタ番組で新ネタ下ろしてたから、はい、1週間後までに新ネタをテレビでやる新ネタを考えなきゃいけないというプレッシャーもあるし、はいはい、うん、そんな簡単にできないんですよ意外と、うん、でそれを考えてたらもう寝れないじゃないですか、はい、あんなの今絶対できないですもん。でそれを覚えなきゃいけないし、はいはい、だから今よく俺あれやってたなと思います。それを降りたのはいつぐらいなんですか、何歳ぐらいの時ですか。10年前ぐらいですかね。あ、じゃあ結構それなりにはずっとやってたわけですね。はい、財産するね若いってね。今だったらあれですかね、やっぱこうネタを考えるっていう、こうそういうなんか頭の体力もこうそういうのを使うのすら難しいみたいな感じですかね。だからもう本当そうっすね、考えることすらなんかめんどくさいってなんで俺あんなに昔いろんなこと考えられてたんだろうっていう、はい、なんだろう、腹が立つこともいちいちこう掘り下げて考えてたんですけど、うん、ああ、わかります。それがネタになってたわけですもんね。そうです、そうです、はい、もう考えたくないっすもんね、ストレスだから。なるほど、疲れる、はい、でも考えなきゃいけないからそれがストレスになってるって、よく俺はあんな若い時、はい、うん、こんなストレスによく耐えてたなと思いますもん、でもそれがまあネタになってみたいな感じもあったからそこにこう入っていってたけど、まあまあまあ、今はまあネタも作らないしそこから外れていくみたいな、はい、あえて自分のその健康考えて実践してるってことは、はい、多分好きに生きることが多分一番いいのかなと思って、はい、だから仕事ももう極力自分が、うん、いいと思うものしかやんないし、はい、仕事すると大体めんどくさいじゃないですか。あの、まあ、人間関係のストレス必ずありますよね。そうそうそう、なんかおかしなことが起こるじゃないですか、はい、なんかおかしなことが起こらなさそうな仕事しかしないです、ね、あ、わかります。だからバラエティーとか出ないですね。おかしなことが起こる、起こる、勝手に編集されて、うん、あ、そういうこと か、うん、だかこういうこと言えるのも別にもう離れるっていう気持ちがあるから自由にできる、うん、はいはい、だいぶストレスはなくしてる方だとは思いますけどね。でも好きなことで生きている人のなんか代名詞みたいな存在でこう語られること結構あると思うんですよ、うん、なんかね一時から、ね、ありますけど、それがもしかしたら広瀬さん的な一番の健康習慣かもしれないってことですよね、うん、できるだけストレスをなくしたいっていう思い。仕事そんなパンパンに入れる感じじゃなくなってるんですか。ないですね。あ、そうなんですね、うん、で仕事パンパンに入ったとしても、はい、なんか仕事の疲れって別にいいんですよ純粋な、はい、なんか余計な仕事をやるためのなんか付属されることでストレスが結構かかる世界だなと俺は思ってるから、はい、それが嫌ですね。付属のストレスがない仕事をやっているということですかね。なんとなく伝わりますかね。伝わります、伝わります。あの広瀬さんのイメージ通りっていう感じで。わかりますよね。わかります、わかります、うん、新しいお声掛けいろいろ来ると思うんですけど、ストレスがありそうな仕事っていうのはどういう時になんかその直感が働くんですか。だ僕大体僕自分で会社やってるんですよね、はい、広志高校ですよね、はい、でマネージャーが電話出るわけですけど、はい、オファーがある時、はい、電話の対応で、はい、よく調べてなかったりとか僕のこと、はいはい、そしたら断れって言ってます。ああ、そうなんだ。調べてないってことは、はい、僕じゃなくていい仕事をぶつけてきてるわけで。なるほどなるほど。で逆に言ったら舐めてるわけで、実際仕事が始まるまで舐めてくるし、はい、うん、何かしらストレスがあるだろうと。ストレスじゃないですか、はい、舐められて。なんかでも今のなんかちょっとバシッという感じのかなって意外でしたね。あんまり言うとね角が立つけど、はい、別にもうテレビ出なくていいと思ってるから言えるんだって、はいはいはい、やっぱテレビしかなかった時代はって黙ってました、ね、なるほどなるほど、はい、まあ、今だからそのストレスを回避できるということもあるわけですよね、はい、他にこういう仕事を避けるみたいな条件あったりします。まあ、僕51で、はい、もうおじさんなんですけど、うん、やっぱ若い時って、うん、おじさんってちゃんとしてると思ってたじゃないですか。思ってましたね。ね、はい、おじさんってちゃんとしてないんですよ意外と。意外と。であとちゃんとした会社の社員さん、はい、名前を聞いたことがある、うん、会社の社員さん、はい、ちゃんとしてると思うじゃないですか、はい、ちゃんとしてないんですよ、はい、名前とかであんま判断しないってことですよね。そうです、そうです、はい、名前で判断しないです。あの会社だったらいいかとかちょっとやると危ないと。そうです、はい、僕はだからそのもうやっぱ対人ですよね、うん、ちょっと例え違うかもしれないけど、
マッサージ店で、はい、じゃあ有名なマッサージ店があるとするじゃないですか、はいはい、でもそこ行っても担当する人によって全然違うわけじゃないですか。結局そうですよね。結局ね、だってじゃあベテランで10年間いますっていう、はい、で指名もいっぱい取ってますっていう人もそこに在籍するわけだし、はいはい、極端に言ったら今日から入りましたっていう、そうですね、新人さんみたいな、はい、違うわけじゃないですか、はい、だから同じ店行ってもあもう二度と行かないっていうのと、はいはい、あまた行こうって、うん、これ全然違うじゃないですか、はい、対人なんですよ結局、はい、っていうのに僕は思ってますね、うんうん、だから会社がでかかろうが何でしょうか、はい、担当する人が、はい、責任感がちゃんとある人かどうかっていうのはちょっと難しいんですけど、実際、まあ、それをまああのマネージャーさんにも言って、はい、そこを注意しようなって言って できるだけそのストレスを避けるような、うで、ね、で僕も会社やって10年以上経てるのかな、はい、だからマネージャーももうそういうのを心得てるから、はい、そこがだからまあ仕事の選び方の、ね、はい、ポイントみたいなことですよね。でもあれこの前ちょうどあのリゲインさんのまた提供の番組でヒロミさんに出てもらったんですよ。ヒロミさんは運動されるんじゃないですか。ヒロミさんは運動を結構されてますね。でその時に、まあ、専門家というか鈴木優さんっていうあの最高の体調っていう本を書いてる方がいるんですけど、はい、論文とかたくさん読んでる方なんですけど、その人がヒロミさんのこう習慣聞いてる中でアウトドアがめちゃくちゃいいと。それは何がいいかっていうと、まず自然に触れることで健康になる効果が確実にある。いや、あるとは思います。らしいんですよ。雑菌っていうか、自然に触れることが免疫を高めるらしいんですよ。うんうんうん、これだけは当てはまってるのかなって、そうっすね。思ったんですよね。確かに。同じアウトドア遊びって言っても、はい、なんかヒロミさんがやってるアウトドア遊びと、はい、僕のアウトドア遊びってなんか種が違う気がする。わかりますよ。ちょっとあの夜ですよね。なんかちょっとね、ヒロミさんともっと昼に、はい、健康的な感じするじゃないですか。はい、僕なんかちょっと地面としたところに行くんで、そうか。なんか同じアウトドアって言ってもなんか違う種だとは思うんですけど、はい、確かにさっき言われたように、はい、自然に行くと、はい、なんか。元気になるということは僕はあんまり体感なかったんですけど、はい、ちょっと熱っぽいなって時あるじゃないですか、はい、でキャンプ行こうと次の日予定してて、はい、行ったら治ってるっていう時やっぱありましたもん。強引に行っちゃうんですね。そこは強引に行って、はい、行ってましたから、はい、そしたらやっぱりこうなんかいろいろ自分で火を起こしたりとか、はい、だるいながらもやるじゃないですか、はい、なんかあ自然ってやっぱそういうパワーがあるんだなっていうのは40代の時に、はい、ちょっと思いました。いやでも本当にそうみたいなんですよね。免疫を高めたりとか、なんならあの部屋とかに自然 あの絵とか壁に貼っとくだけでも効果あるって言ってました。へ、見るだけでいいって。あ、そうなんですか。そうです。だから触れたらもうもっとだと思うんですけど、いや確かに40代であの始めた時にすごくそれを感じたな、はい、始めたのは40代なんですか。意外とソロキャンプは。あ、そうですか。でもあの結構釣りとかなんかアウトドアはなんだかんだ好きなんじゃないですか。ちゃんと調べましたね。やめてください。釣り当たり前一時期ハマってって、はいはい、イメージはやっぱりずっとだ、結局こう暗い中でこう照明ね、はい、中寝てやったからそのイメージ、これでしょ。そのイメージありますね。これでしょ、はい、でも、はい、俺実際こんなやってないですからね。これぐらいですからね。でもあんまり変わこういうイメージでしょ。はい、そういうイメージでした。ヒロシですって言ってね、ヒロシですって言ってただけなんですけど、はい、実際はもう小さい時からそこで遊ぶのが好きですから。だからなんかだるいし朝も起きたくないけど、うん、アウトドア好きみたいな、ちょっと不思議なバランス、不思議ですね、はい、だから釣りなんかも朝早くの方が釣れるわけですよ、はい、朝まずめですって、はい、朝早く起きて行ってましたからね。ああ、そうなんですね。だからそれも今思うと信じられないですね。よーあんな早くに起きて、はい、伊豆とかまで車で一人で行ってたんですよ。ああ、もう一人で行ったりもする。一人でも行ったりもしますし、はい、でもそれすごいアクティブな活動じゃないですか。それはなんで好きなんですか。はい、他にあります、好きなアウトドア。アウトドア全般好きです。だから小学校の時とかも、登山とかやってましたし、まあ、登山って言っても近所の山に友達と弁当を持って登るぐらいなんですけど、はいはい、今はやんないですけどね。運動嫌いだけどなんかそういうのは。そうなんですよ、はい、そうなんですよ。だから意味が分かんないんですけど小学校の時から運動嫌いなんですよ。はい、なんですかね。それ別なんですね。だからね、嫌いなんですけど、はい、学校のその決められた体育の授業でやるのが嫌いだったんですよ。人が決めた運動の勝手、あそこでやるのは嫌なんですよ、はいはい、で自分で勝手に運動するのは好きなんですよ。とにかくマイペースでやれることが好き。そうだから意味わかんないけど、そんな運動嫌いなのに、はい、市のマラソン大会とか自分でエントリーして参加したりしてたんですよ。あ、そうなんですか。小学校の時は、はいはい、だから不思議なんですよね。不思議ですね。これはやっぱり東京来ておじさんになって振り返って気づいたんですけど、はいはい、
都会が苦手もうですね。もうシンプルに、はい、健康習慣って結局なんかもう原始人みたいな生活するといいらしいんですよ。でしょうね。それはやっぱできてますよね。できてますね。できてますよね。できてますね。だから今もういやここ正直どこでしたっけ。麹町です。ここは、ね、麹町でしょ、はい、やっぱ田舎にいる時聞いたことある名前のところに行っちゃダメですよ六本木とか麹町とか。なるほど。もう僕にとっては一緒なんですよ。なるほど。ちょっとやっぱね、うん、いくらこうね、はい、木が置いてあってもね、はい、見せかけの、見せかけのちょっとなんかいけすかない人たちがこう座ってそうじゃないですか夜いけそうそう。なんかこのそうですね、はい、配色的にね六本木よりいいかなと思いますけど。六本木よりは全然いいですよ、はいはい、もう変な雲いてねもう分かんないんだからあの鉄の雲とか見ても、はいはい、それよりもやっぱり誰もいない自然が僕は好きなんだなっていうのに気づかされまして、うん、東京に住んでて、なんか住んでる家とかどんな雰囲気なんですか。あの結構あんまりこうコンクリートっぽくない感じですか。木ばっかり売ってますね。あそうなんだ、はい、確かに、それもめちゃくちゃいいみたいですよ。そのあのそういうところに住んでるっていうのがだ自分でたあの海で拾ってきた板とかあるじゃないですか、はい、あれ自分でこうはい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 してる家なんで。あじゃあ本当ウッディな感じにこう仕上がってるわけです。ウッディですね、あと植物も結構育ってますし、うん、ああそうですか。いろんな、はい、不健康に見えてますけどそこだけで多分何とか耐えてたのかなって。なのかもしれないですね、はい、不思議ですもん俺本当不健康な生活をしてると思ってね、はいはい、運動しない、はい、野菜あんま食べない、はい、ご飯の時間も決まってない、はい、寝る時間もバラバラ、はい、でもなんだかんだ言ってこうやって仕事してるんですよ51人は。そうですよね。そんなに体調崩したり風邪ひいたりそこまでないですか。風邪はまあちょこちょこ引きますけど、はい、まあ仕事できる範囲、はい、まあそんな大病もなく、はい、来れてるのが不思議ですよね。だからおっしゃられるようになんかこうやっぱちょっと自然に触れてる機会が人よりも多いからなのかなって今はちょっと思ってます。そうかもしれないです ね。だから人間関係のストレスの排除と自然、はい、この2つで何とかやってきてる。これだからすごい大事にした方がいいことなのかなって思いましたね、はいはい、いや確かに自然に入るとそれがより原始的になればなるほど、はい、もうどうでもいいというかもう思い出さないんですよ都会のことを。ああなるほど、ね、悩みとかね。そうあの仕事のギャラ未払いだな5年経ってもとか弁護士からね、はい、裁判を起こして勝っても取れないのかとか、はいはい、そういうのも忘れてるぞ山にいると。なるほど。山でこんな火を起こしたりとかすると、はいはい、だから一時でも忘れるっていうことが大事なんでしょうね、はい、だから戻ってきたらまたそれを思い出すんですけど喋りながら思い出してるんですけど。そうです、まあ、あそこの会社はまた未払いだなっていう、はい、でもねそのストレスからこう逃れる瞬間を持ってるわけですからね、うんはい、あれどれぐらい行くんですか。あの頻度でいうともう10年ぐらいソロキャンプが、はい、経つんですけど、はい、最初の頃はもう行かないと落ち着かなかったんですよ、うん、だからもう夜中でも行ってたんですよ、でも最初の頃ってまだそれが世の中に受けるっていう前じゃないですか。だからもうただの趣味で、ただの趣味、の時は少なくても週3週 3? 週3行ってました。週3ですか、はい、夜中とかに行くんですか。でもう行ってました、ね、でテント張って泊まって朝帰る、はいはい、朝帰るとかもうやってました、ねす行かないと落ち着かないです。行かないと落ち着かない、なんか損した気分になるみたいなあれはあれでちょっと異常だったと思う。あそんな時もあったんですね。で今度仕事に行こうしちゃって、はい、仕事でキャンプするような。今ちょっとねだから仕事になってきちゃってますもんね、はい、だからただの趣味じゃなくなってきてますけど、はい、それでもやっぱもう月何回ぐらいはもう行くっていう。いやもう仕事だけですね今。あじゃあちょっと減ってるんですか。減ってますね。そんなに行ってないんですか。年何回かです、ね、あそうなんですか、はい、あいません意外ただもうその代わりも仕事でずっと山いますから。はい。だからもう現場こういうとこって珍しいですもん。あなるほど。現場でこう椅子座ってるって珍しいですもん。そっか、はい、ほとんどアウトドア地面座ってるから。アウトドアの感じで、はい、仕事がもう遊びみたいなもんなんです。そういうことか、うん、無理やりそれ以外で自分で行かなくてもそういう現場が増えてきたってことなんですよね。これは多分絶対にいい健康習慣なんだと思いますね、うん、食事はどうですか。結構もうお粗末なもんですかね。なんで決めつけるの。いやいやいや、もうそっちの前提かなと思っちゃってました。もう話聞いてて。いやまあ全然もう期待してない感じになっちゃいました。外れちゃないっすよ渡辺さんみたいに六本木でなんかこんなことで。いやいや堀江門さんと会食とかしてるんでしょ。いや僕もそういうの嫌いなんで。あちゃかちゃ言われてないですからね。いや全然よしです。ワインがどうのとか全然やってないです。うんっつって絶対もう箸です。箸で食べれるものしか食べれないです。キューベイとかですか。キューベイ俺は行ったことないですけど、ね、キューベイじゃないです。聞いたことありますけども。違います違います。普通の箸です。都会の人はキューベイに暮らしじゃないですか。キューベイ行かないですか。行かない。行ったことないです。行かないですか、はい、あ全然でもそういうのも行かないんですね。行かないです。いわゆる会食みたいなやつも行かないです。誘われても断るってことですか。断ります。あ断るんだ断ってもなんか全然
大丈夫っていうか断れるんですか？僕は意外と苦手なんで。いやだからこれはもう若い時からそうだったから僕は、はいはい、最初はやっぱりお笑い始めたての時とかはやっぱ縦社会、はい、お酒の席に来ない男は何だ、はい、芸人売れるまではそれが必要っていうっていう時にも断ってましたから。え、本当ですか？だからあのプレッシャーの時代でも断ってたから、はい、今なんか余裕で断れますでもこれだから作るのも簡単じゃないわけじゃないですか。そうですね。だけど多分そういうのに憧れたりとかするのもあるからやっぱヒロさんのチャンネルが人気だったり、ひろゆきさんとかもなんかある意味なんか自由に生きてるっぽい感じでなんか支持されてると思うんですけど、この生き方はなんか普通の人にはこうおすすめできるものなんですか？どうなんですか？難しいですよね。どうすればいいんでしょうね結局僕も一瞬だけサラリーマンやったことあって。あ、そうですよね。半年ぐらいかな。芸人の前ですか？そうですよ、はい、もう耐えられなくてやめて芸人の世界来てる人間なんで、うん、はい、どうなんですかね。あの仕事をずっとやりながらなんか自分で模索して別の副業とかでやってたのかな、はいはい、もしあの仕事を続けてたらって思ったら、はいはい、無理なような気がしてますね。でも分かんないな、どっちなんだろうな。で皆さん意外と耐えられちゃってるわけですもんね。そうなんですよ。ヒロさんは耐えられなかったわけですもんね。そうなんですよ。その耐える能力がなかった。それはもう消去法的にそっちに流れたっていうことだから、いやそうなんですよ、まあ、ある意味立派にできたら別に、ね、すごいなと思いますよっていうことですよね、はい、だからもう自由 で、うん、で自分が面白いことをやってたら多分面白いんですよ、うん、僕熊本でキャンプ番組1個持ってるんですけど、はい、もう行きたくてしょうがないですよ面白い。あ、なるほど。でその熊本にもロケに行きたいと。行きたい、はい、楽しい。それで最高ですね。仕事に対してそう思えるって。そうだから見てほしい。あ、いいですね。そういう仕事で生きていられるっていうね、うん、羨ましさが。ただなんか今70とかおっしゃってましたけど、やっぱ100ぐらいまでね生きてほしいし、まあ、できればねっていうねあると思うんで、ちょっと食事面とかね、はい、改善が必要なんじゃないかなと。でもスタイル変わんないからそんな太んないようにはしてますか？あ、そう。あ、それだけはしてます、はい、っていうのも、はい、だから僕髪赤いじゃないですか。赤い、ね、ちょっと触れてなかったですけど、51でこの髪の赤さは異常だと思ってたでしょ、はい、でもこんなんもやりたいからやってるんで、はい、我慢してたんですよ僕は、うん、ロック好きですもんね本当はね。バンド好きなんですよ、はいはい、今度バンドで売れたいなと思い始めてあ、そんな思いあるんですか？はい、なんか売れたいというか、まあ、それなりのキャパのところでできるバンドを、はい、に行きたいなと思ってて、うん、あ、そんな今度気持ちが。そうなんです。だからこの髪にしてるんですけどね、うんうんうん、それでステージ立つじゃないですか、はい、太ってたらロックはかっこ悪いですよ僕の中でね。それはそうですよ、ね、だから太っててかっこいい人もいますけど、はいはい、やっぱロックってちょっと痩せないと、はい、ダメなの。そうです、ね、と僕は思ってるんですよ。確かに。だから痩せることだけは気をつけてます。なるほど。それは具体的に言うとあんま炭水化物食べないとか、そういうことですか？そうですね。ライブ前はちょっとだけ、はい、あのご飯とかを減らす、はい、1日1食にしたりとか、はいはい、結構太りやすいから僕、はい、あ、そう、ご飯好きだから。あ、そうですか、はい、おかずがない分ご飯ばっかり食べるんですよ、はい、高菜漬けだけだから。あ、でも僕も本当同じなんですよ。嘘だ。いやいや本当です。あのカレーちょっとでいいタイプですか？カレーちょっとでご飯いっぱい食べたいって、はいはい、まず、はい、まさにそうなんで、はい、同じです。絶対嘘ですよ。でも全然太ってた時期ないですよ。だから今定期的にバンドのライブがあるから、はい、気づいたらずっと気をつけなきゃいけないということで。ああ、そういうことか、はい、でも昔から全然体型変わらないじゃないですか。それもやっぱり若い時に比べたら全然太ってますよ。あ、そうですか、うん、ただやっぱりあの広しですってて、はい、こんな体型でねヒロシですって確かにちょっと濁っちゃいますよね。濁っちゃうじゃないですか聞いてる方が。なんかちょっと、ああかわいそうだ、この人飯も食ってないんだろうなみたいな状況な雰囲気を出さないとダメなのに。確かにね。こうやって出てきても笑えないでしょ。確かに楽しそうだなってなっちゃうんですよね人生。だからやっぱりちょっと痩せなきゃ。ああ、そういうことか。っていう意識はありましたよね。なるほど。一時期ジムとか通ってましたけど。なるほど。ただ続かないっていうだけです。そういうことか、はい、でも本来じゃあ炭水化物とかご飯好きなんですね、うん、好き。あ、なるほど。大好きです。そこはじゃあ人前に出てちゃんとしなきゃっていう場があってなんとか持ちこたえてるっていうことなんですよね。だからギリギリなのかもしれないですね。さっきの自然の話もそうですし、はい、その食事も確かにねギリギリやれてる習慣がいくつかあったっていうことなんですよね。でもそれで言うと今日この紹介したかったリゲイントリプルフォースって、うん、結構広瀬さんにめちゃくちゃいいかもしれないと思ってまして、うん、ちょっと紹介していいですか？どうぞ。最後にこれなんか堀江さんとか、はい、西野さんとかにも僕紹介させてもらって、西野さんとか結構飲んでくれてるんですよずっと。
西野さん飲んでんの？あの最近ね、うん、結構健康に気を使うようになってるみたいでして。健康気を使ってなかったんですか？あ、今までは全然だったみたいですね、西野さんは。ただ運動はしてましたよね、あの方は。やっぱりなんかそうですよね。ただ結構なんだろう、ハードワークだし、そんなに自分の体をいたわってたタイプじゃなかったけど、最近やっぱり47歳とかになって気を使い出したらしいんですけど、でも多分広瀬さんの方が絶対これ必要だなと思いまして。早く飲ませようと思ってますから、はい、僕も今これ毎日飲んでるんで、もしよかったら手に取っていただいて。リゲインは、はい、リゲインってどういう印象ですか？やっぱ24時間頑張れるっていう。やっぱみんなそう言いますよね。みんなそうや。やっぱその CM 一つ撮っても、はい、やっぱもう何十年前の CM でしょあれ。ですね。相当やっぱインパクトがあったんですね。皆さんおっしゃってて、でなんかだから元気になるみたいな印象はありますよね、うん、ありますね。でただあのエードリンクとかってどっちかというとね、一回クッと飲んでカッてやる感じじゃないですか、はい、っていうよりは最近だとこう毎日飲んでちゃんと体のケアをするってい こう習慣的なアイテムの方が最近売り出してるんですよ、はい、なので多分パッケージの印象とかもね、昔のリゲインと全然違う。確かに昔ってどんなあれでしたっけ？なんか黄色と黒みたいなイメージですね。そんなイメージですよね、栄養ドリンク的なイメージで、はい、でもこれいろんな色使ってます、ね、そう、はい、変わってるんですけども、さっきも言いましたけど、なんか年齢に負けない強い体作りをサポートっていうコンセプトで、何に注目してるかっていうと、はい、人間の体の中で糖化っていう現象があるんです。糖化っていうのはあの糖質の糖ですか？はあ、糖質の糖に化ける、はいはいはい、で糖化なんですけど、はい、例えば糖分取りすぎだったり、いい健康習慣持ってない人って体の中で糖が余っちゃうと。でそれとタンパク質が結びついて AGE っていうのができるらしいんですよ。でこれがこう老化を促進したりとか、疲れやすくしたりとか、体に炎症をもたらす生成物らしいんですよ、はいはい、なので僕とかもそうなんですけど、こう甘いもの好きとか炭水化物好きとかだと、でさらに寝てないとか運動しないってなると、この AGE がこうどんどん溜まっていくと。だから本当これ甘いもんを若い時は全然食べなかったんですけど、はい、40後半ぐらいからもう家にあったら全部食べるんですよ、はい、あ、むしろですか？なんか逆の人多いですけどね、はい、若い頃好きだったけど今は食べれないって。若い時買う金がなかったんですよ。あ、そういうことですか、はい、でも売れてからは全然、ね、そんなことないと思うんですけど、うん、ですけど、だからやっぱ売れてから1回太りましたけど、はい、意外とじゃあ糖質が含まれる食事好きなんですかね？ご飯、ラーメン、パン、もうそうか。あ、それ全部好き。全部好きです。甘いもんとかどうですか？甘いもんも好き。あ、そうなんだ。ライブがなかったら危ないですね。そうなんですよ、はい、そうなんですよ、ね、人に見られないとっていう、はいはい、ってなると確かにアウトドア行ったぐらいだと対処しきれないっていうね、糖質になってて、ね、極端に言うと僕のアウトドアは車で行って荷物を下ろして、うん、そこで座って、うん、焚き火して飯食うだけ。飯食うんですか？いつもより多めに。多めに、ね、確かにダメかもしれないですね、うん、はい、そうなので糖が現代人って余りがちらしいんですよ、はい、最近ってやっぱ糖をどんどん摂取する生活になってるんで、だからそれに着目してるのがこの商品なんですよね、うん、これ糖をもう一回結論言うと、糖の代謝のサポートと、あとその自分の中に余っちゃってる糖をエネルギーに変えるっていうことをやってくれるんですね。1日2錠、あの小さい あの水、もしよかったら粒小さいですよね、うん、飲みやすい。これドンピシャじゃないの？ドンピシャ、糖ピシャです。もうまさに本当糖って言ったんだから。そうです、そうです。でしかもこれ製薬会社さんがちゃんと作ってる、あの第一産業ヘルスケアさんっていうところが作ってる商品で、あのこれ指定医薬部外品っていう商品なので、はいはい、一定の効果効能がちゃんと言えるんですよ。あの書いてありますよね、はいはい、でこういうのって書けない商品も多いんですけど。なるほど。そう、これちゃんと書けてるんですね。いや、もうやっぱりいっぱい、ね、いっぱいいろいろ書いてあって、はい、僕の目にパーッと飛び込んでくるのが、はい、体力がない、はい、体がだるい、疲れやすい、はい、もうこの辺がバンと入ってきましたね、はいはい、ちょっとだから本当続けてみていただきたいですね。今飲んですぐとかはそれはないですね。ないですでしょ、はい、だから続けて飲まなきゃいけないんですよ。そうです。なんで、うん、あのこれでじゃあ朝の目覚めがどうなるかとか、ちょっとなんかやってみていただきたいなと思ってまして。いや、ちょっと興味ある。これ結構やっぱ経営者の方とか、ね、会社の役員の方とか、なんかそういう方に結構支持されてるっていう、あのアンケート調査もあったりとか。あら、そうなんですか。40から60代に結構支持されてるっていうアンケート調査もあったりするので、まあ、そういう意味でもね、一応経営者ですし。一応ですね。なんで一応ってつける。でこれさっきも言いましたけど、やっぱ1ヶ月とか続けてみて、うん、やっぱどうなるかとか、やっぱ試してみたいじゃないですか、はい、なので特別価格を提供してくれてまして、うん、これ、まあ、これ1ヶ月分なんですよね。4620円。2袋で大体1回。1個1個で1ヶ月分。1個で1ヶ月分なんですけど、でそれが4620円なんですけど、先着3万人限定で1980円にしてくれております。
あの初月だけ。ああ1回目だけ。あの1回目だけ。でそれで試して、そうです、あよかったらまた続ければいいしってことですね。そうです。それでもしね試したいってなったら2ヶ月目以降は 10% オフで買えますので、うん、まあ、そういうちょっとそれでも 10% オフ、そうです、うん、キャンペーン中なんで、ちょっと広瀬さんぜひね、いやちょっと1ヶ月まずは飲んでみます、ね、そうまだ分かんないと思うんで、まだ分かんない、ね、試してみてどんな感じかっていうのをぜひね、いやこれで本当にちょっとなんかあだるさが解消されたってだったらいいじゃないですか、はい、めちゃくちゃいいですよ ね。で特にそんなに激しい運動とかはしたくないっていう人にはめちゃくちゃいいと思うんで、ちょっとソロキャンプにもぜひちょっと一緒に持っていっていただいて、ありがとう、試していただければと思います。はい、じゃあちょっといろいろ予想通りの面もありましたけど、ああの話聞いてやっぱりなんかさ予想通りちょっとさなんかつまんない人間に思われるんですよ。いやそんなことないです、やっぱ共感、予想通りだったら何の波風も立ってないから面白くないですよ。そうです、ね、面白くなかったんでしょ。そうですね、そんなことないです。でも体が強い堀江さんみたいな非現実的な感じじゃなくて、うん、よかったなと思ったん で、ね、なるほど、多分ヒロさんの発言聞いて、あこれ試してみようって方が増えるんじゃないかなと思ったんで、すごいいい収録になりました。本当ですか、はい、よかった。また来てください、ぜひ。こちらこそ、また来てくださいよ。ええなんか変な若手よこすじゃないですか、いつも。僕もちゃんとした時しか来ないんだから、この人。変な若手よこすはやめてください。変な若手よこして、思わぬヒットを当てたから、また、わ、ちょっとここは俺が行こうかって言ったんでしょ、どうせ。いや、違います。その若手行きたいですよ、本当は。だとしたら嫌ですよね。広瀬さんが当たったから、次俺に行かせろみたいな感じで来たっていう。俺が見たらそう見えてますし、その若手からも多分見えてるんじゃないですか。いやそんなことないです。あのその証拠に他の若手に今日行かせようと思ってました本当は。え何食べてんの。嘘です。嘘です。まだ僕インタビューしますので、はいはい。